第417条、損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。損害が出た場合は、原則として金銭で賠償します。車のように、代わりのものを準備できる場合でも、精神的な苦痛のように値段のつけられないものでも、金銭で賠償します。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。